日本とタイのアイドルグループが一堂に。驚きのコラボ動画にファン熱狂。ピクキシーと IMP、まさかの共演。音楽で結ばれた国境を超えた友情。タイ出身の3人組女性アイドルグループ、ピクキシーが先日開催された中国のストロベリーミュージックフェスティバルの舞台裏で人気日本グループ、IMP、 とコラボしてダンスを披露する動画が SNS に投稿され、大きな反響を呼んでいる。この動画には、一緒に踊ってくれてありがとうとピクキシーのメンバーからのメッセージが添えられており、タイと日本の2つの若手音楽アーティストが楽しく交流する様子が捉えられている。コメント欄には、本当に可愛い仲良く踊れていて嬉しいといった喜びの声が寄せられ、 音楽を通じた国境を越えた交流に多くの人が共感を示している。リットエンターテイメントの管理下で2021年2月11日に一般デビューしたタイの音楽グループック x 1 1 e にはマベル、ピメア、インコの3人の才能あるメンバーが含まれています。グループの各女の子は歌、ラップ、ダンスから グループの曲の高音で自分のユニークな特徴を表現するまで自分のスタイルと才能で輝いています。パイ x 1 1 e はヒット曲や高品質のミュージックビデオによって T-POP、タイポップ音楽業界で名を馳せてきました。このグループはタイだけでなく他の多くの国でも知られています。このグループは多くの才能あるプロデューサーやミュージシャンとコラボレーションして 最新シングル、デジャヨーを含むヒット曲を生み出してきました。一方、IMP、IMP は日本の人気アイドルグループで、アニメやゲームなどのタイアップなどを手掛け、若い世代を中心に熱烈なファン層を持っている。二つのグループがお互いの演目を披露しながら、照れ隠しの笑顔を浮かべて踊る姿は、異国の地で芽生えた音楽を通じた友情を感じさせる。 この動画は多くの人の心を打った。SNS には本当に可愛い、仲良く踊れていて嬉しいといったコメントが寄せられ、国境を越えて共鳴し合う様子がうかがえる。音楽の力で心を通わせ合うこの姿は、時代を越えて尊敬されるべきものだ。同じ舞台に立った両グループのメンバーたちは、表情から音楽への喜びと情熱が溢れ出ているようだ。 国籍を超えた絆の形成に多くのファンが共感を示しているのは、彼女たちが音楽を通じてお互いの国を理解し、心を通わせ合えたことの証だろう。こうした相互理解と友好関係の情勢は、単なる音楽交流の域を超えて、文化的な交流や観光、経済、人的交流などにも波及効果をもたらすことが期待される。実際、 ピクキシーのメンバーたちは一緒に踊ってくれてありがとうと感謝の言葉を述べているが、この言葉には自国のアーティストが海外で評価されることへの喜びや、国際舞台での活躍の喜びが込められているように感じられる。しかし、国際交流には様々な課題もある。言語や文化の違いから生じるコミュニケーション障壁、メディアの影響力の違い。 経済格差、政治的な対立など乗り越えなければならない壁は多い。さらに、こうした交流が一過性のものに終わらず、持続可能なものとなるには、継続的な取り組みとお互いの重要性を理解し合うための努力が必要不可欠だ。音楽を通じた心の通った交流を現実のものとするには、音楽だけでなく、互いの文化や価値観、 生活習慣などを理解し合うことが欠かせない。そしてそのためには、より多くの接点を持ち、互いの立場に立って考えることが重要なのだ。世界中の人々が互いの違いを認め合い、尊重し合える社会を実現するために、音楽を通じた国際交流は大きな意義を持っている。ピクキシット IMP の出会いは、そうした交流の一端を示していると言えるだろう。 この投稿には、すぐに多くのコメントやシェアが寄せられました。タイと日本の2つの若手音楽グループが楽しく交流する姿に、ほとんどの人が喜びを表しました。彼らの姿からは、国境を越えた音楽による友情の美しさが感じられました。ピクキシーと IMP が共に可愛らしいグループであることは、動画を見れば一目瞭然です。 投稿に寄せられたコメントからも、その人気ぶりが伺えます。多くのファンが彼らを応援しており、その交流がますます広がることを願っています。また、この動画を通じて、ピクキシーと IMP のメンバーが共に踊る姿が、多くの人々の心を温かくしました。彼らの笑顔や楽しそうな姿を見ると、私たちも自然と幸せな気持ちになります。 この動画が多くの人々に喜ばれるのも納得です。ピクキシーと IMP のコラボレーションは、まさに可愛らしさと楽しさが溢れるものでした。そして、その愛らしい動画を投稿してくれた皆さんにも感謝の意を表したいと思います。ピクキシーと IMP の交流が今後も続き、さらに多くの人々を笑顔にできることを願ってやみません。彼らの活動からは、 音楽が人々を結びつけ、新たな友情を築く力が感じられます。これからも彼らの活動に注目して、彼らの素敵な姿を応援していきたいと思います。この素敵なコラボレーションが、さらに多くの人々に届くことを願って、私たちは彼らの活動を応援し続けます。そして、音楽が人々をつなぎ、新たな友情を育むことを願っています。 この出会いは音楽を通じた国境を越えた絆の情勢に希望を与えてくれた。時代の変化とともに音楽を通じた国際交流が人々の心を一つにしていく原動力となっていくことを願っている。ピクキシーと IMP の出会いがさらなる文化交流や経済的な結びつきを生み出し双方の国の発展につながることを期待したい。そして何よりも 両者の出会いが、音楽を通じた心の通った交流の象徴となり、世界中の人々の心に火を灯すことができれば、これに勝る喜びはないだろう。音楽は国境を越え、人々の心を結びつける力を秘めている。ピクキシーと IMP の出会いは、まさにその象徴であり、音楽を通じた国際交流の可能性を大きく開いた一幕だと言えるのでは、ないだろうか。 彼らの活動がこれからもさらに広がり、より多くの人々に感動を届けることを願っています。このような素晴らしい交流が国境を越えた友情を築き、音楽の力をより多くの人々に伝えることができるのです。さて、ピクキシーと IMP のコラボレーションを通じて、音楽が人々をつなげる力を感じましたかこの動画を見て、 あなたの心に何か特別な感情が生まれたでしょうかまた、あなたが音楽でつながる友情についてどのような考えをお持ちでしょうか国境を越えた交流がいかに人々の心を豊かにするか、どのような経験がありますかこの素晴らしいコラボレーションが私たちの心に何かを呼び起こしたかもしれません。そして、その感動を共有することで、 より多くの人々が音楽の力を感じることができるでしょう。今後もピクキシーと IMP がさらに素晴らしい活動を展開し、その交流がさらに多くの人々に広がることを願ってやみません。彼らの活動を通じて、音楽が人々をつなぎ、新たな友情を生み出す力を感じてください。最後に、この素晴らしいコラボレーションが、 あなたの心に何か特別なものを残してくれることを願っています。そして、音楽が私たちを結びつけ、新たな友情を育むことができることを信じています。この興奮と感動を共有し、さらに多くの人々が音楽の力を感じることができるよう願っています。ピクキシーと IMP の活動を応援し、彼らの素晴らしいコラボレーションに感謝しましょう。